ビューティーコネクション銀座トップスタイリストの清水智子です。ビューティーコネクション銀座トップスタイリスト吉武まりなです。ハッピー市表参道トップスタイリストの真由です。コア銀座のトップスタイリスト矢田部流星です。ユニ表参道代表長田宝です。ユニ表参道のディレクターのゆきです。モデルさんとか撮らないでしょ。なんていうんですかね、可愛い方多いですけど、なんかギャップがあるというか、可愛いからこの髪型似合うんでしょっていう感じで、まあ、言われる方も多いので、やっぱ可愛い方ばっかり、綺麗な人ばっかりが来てるインスタも見ててすごいそれは楽しいんですけど、なんかやっぱお客様が来づらいっていうのもあると思うので、まあ、ちょっとその私はなんかそういうとこ行けないけどちょっと行ってみたいっていう方に、まあ、一歩なんか踏み出しやすい、まあ、インスタを作ってます。量が少ないっていうお客様が結構いらっしゃるので、パーマだったらちょっとボリューム出るので、なんか韓国のパーマのインスタとかも見るんですけど、なるべく重めにして、そういう量が少なかったりとか猫っ毛とかペタッとする人に向けて発信してます。もう絞ってやってます。アフターケアにもつながるように、こう自分の髪の毛を使ってどうやって巻くかみたいなスタイリング動画だったりとか、やっぱり集客もすごい大事なんですけど、そのお客さんが来てこう帰った後に見返せるような投稿を作るようにしてます。自分がこう普段させてもらってるお客様を本当にさらっと動画撮って、それまあリール載せたり、ちょっとふとしたところ、まあ、後ろ姿とかもちょっと帰り道とか撮ったりとか、写真撮ったのとかをもうただ載せるだけっていう風にして、なんかこれもちょっと僕の中では意図があって、なんとなくこれいいなと思ってなんとなく来てくれる方ってすごく自分とのなんかこう性格的な相性とかが合うんで、相乗効果じゃないですけど、お客様もまあ僕で喜んでもらえるし、僕もそこから新しい発見だったりヒントもらえるような方をこう集客したいなと思って、まあ、自分に合う感覚の人を呼ぶためにあえて作り込みすぎないっていうのを最近はちょっと意識してます。集客の場合だとやっぱりお客様のリアルを載せることが多くて、結構やっぱ加工してるものを持ってくるお客様とかが多かった時期もあったので、私は一応一切加工はない状態のものだったりとか、もうカラーも本当にそのままの画像を出したりとかっていうのはすごく意識したのと、あとはフォロワー増やしたい時期はやっぱ巻き動画とか皆さんのためになる動画だったりとか、お休みの日の過ごし方をインスタに上げたりとかして、まあ、その自分が今狙ってるものっていうのはちゃんとこう使い分けるようにしてインスタは上げてっているっていうのが気をつけてるポイントです。まゆさんにちょっと聞きたいなと思ったんですけど、まあ、その韓国風パーマみたいな感じで、特に韓国ってパーマの種類がめちゃめちゃ多いなっていう印象があって、そこの使い分けとかってどういう風にされてるのかなっていうのと、実際なんかそういうグレースパーマとかいろいろ種類作ってるのかなっていう、パーマなんか一重二個じゃないのかなっていうのをなんか質問したかった。パーマでも意外に結構あんまパーマについて知ってるお客さんも全然いなくて、なんかもう本当にパーマかけたいって思って、そしたら韓国風パーマ見つけたとか、でもそれこそさっきおっしゃったように、去年の方が韓国好きな人ってすごい多くて、今年なんかもう本当に韓国好きで、画像も韓国の美容室の持ってくるお客さんとかが多くて、でもパーマの種類とかはやっぱり髪質でもうこっちが提案して、もう絶対デジパじゃないと書かなかったデジパとか、まあ、コールドが良ければコールドとかで提案させていただいて、あんまり意外にパーマの知識を持ってるお客様がいないので、もう全部こっちが提案して、もうこれにしたかったらもうこれでみたいな感じで、はい、ありがとうございます。パーマはでも多分結構みんな聞きたい部分なんじゃないかなっていうのは。もう一個じゃあ今度流星君にいいですか。はい、すいません。みんなこういろいろグッと伸びる時期ってあったと思うんですけど、多分本当真っ最中っていう感じで、ここ最近も伸びてる最中だと思うんですけど、まあ、今これやるのいいんじゃないかなみたいなのとか、なんかこう今これやってて手応えあるっていうのを、まあ、ちょっとねなかなか
言いたくないとこもあるかもしれないですけど去年のでも11月ぐらいから多分1万人ぐらいフォロワーが増えたんですけど、それはもうでもとにかく本当にお悩み解決じゃないですけど、カウンセリングをしている動画をもう上げてからなんですね。フォロワーが1回伸びたのはなんかスタイリング動画でバズった時だったんですけど、その後グッと集客とフォロワーがつながったのはリールでカウンセリング動画を上げ始めた時だったんで、今結構もうできてる感じで皆さんやられてる方も多いんですけど、なんかショートの方って多いじゃないですか、なんかカウンセリング動画って。だけどそれ見てなんかロングとかあのミディアムぐらいで私はやりたいんだけどカウンセリング動画やってる人が意外と少なくてっていう感じで、なんか他消去法で来てくれてるみたいな形も逆にあって、なんかあのやると来てくれるような気がします。確かに結構ショートは多いけどロングの部類でカウンセリング動画いないからかなりブルーオーシャンなところで。そうですそうですそうです。しかも実力ありますよね。でそれで今そのコア の, そのスタッフもみんなカウンセリング動画とかスタイリスト上げてるんですけど、そのスタイリストたちもやっぱりカウンセリング動画伸びてても伸びてなくてもやっぱ集客につながってたりとかするので、なんか効果的なのかなっていうのは思います。超有料系ですねこれからは社外のセミナーだったりとかオンラインサロン、会社でも取り組んでいく予定ではあるんですけど、そういうオンラインサロンだったりとか、あの結構最近始めたのがその地方の美容師さんに向けてあのインスタグラムのコンサルだったりとか、そういうなんか美容師さんに向けてなんか少しずつ知名度を上げていきたいなっていうのは今から頑張っていきたいところなので、よろしくお願いします。10月なんですけれども、秋頃にあの社内独立という形で店舗を出させていただくんですけれども、集まるメンバーもパワーあるメンバーなので、またそこで新しい何か女の子たちでやるんですけれども、女の子たちのパワーでできる何か新しいことっていうのも、まあ、セミナーだったりとか撮影だったりとか、あのどんどんもっともっと外に発信していけるお仕事できるように挑戦させていただきたいなと思ってます。年齢が一緒に上がっていくにつれて、まあ、いろいろお悩みだったりとかが変わってくると思うので、まあ、若い方に向けてもインスタを発信してるんですけれども、まあ、ちょっと年齢をもうちょっと幅広くして、まあ、ショートだったりとか、 なんかこう白髪とかをなんか悩みにしている方とか、まあ、ちょっと幅広く挑戦していきたいな、韓国のヘアで幅広く挑戦していきたいなと思っております。こう接客だったりとか気遣いだったりとか、そういうところをやっぱり特化していった方がより良いものになるかなと思うので、そういうところもお店の子たちに教えていけるようにちょっとしていきたいなっていう、私は結構内側からって感じなんですけど、あんまり表に立つのがちょっと苦手なので、まあ、ちょっとこう今いる子たちを大切にしてこういっぱい羽ばたいていっていただけるような環境づくりをしていきたいなって思います。美容室、まあ、忙しくて行けなくてもこうちょっと綺麗になれるようなお手伝いをできる、なんかそういう商品とかをプロデュースとか、そういう去年も少しさせていただく機会もあったんですけど、そういうのにも力を入れていきたいなって思っています。どん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 こうやって、まあ、自分がこうガッと上がった時みたいに新しい子たちがどんどん新しい時代を作っていくんだなっていうのも、まだ僕も全然年齢的にはそんなに言ってないんですけど、今まだパワーがやっぱりたくさんあるうちにその子たち の, 成長の部分にどんどんフォーカスして力を使えていけたらなと思うんで、これからはちょっと挑戦として、まあ、これからの時代でやっぱデザインがまたさらに流行ってくるんじゃないかなと思うんで、まあ、ブリーチワークだったりとか使ったデザインっていう部分を僕はちょっと注力してやっていこうかなって思ってます。